はい、今日の相場分析です。まずユーロ円から見ていきます。ユーロ円ですが、2月26日5時から上昇が始まって、3月12日の5時で一旦高値を打って調整の相場となっていると見ています。で、ここからさらに下落があるのか、まあ、上昇してくるのかっていうのはちょっとまだわかりませんが、ひとまずはこのフィボナッチと高値からの HSI を引いて現在は見ています。で、この安値あたりですね、3月9日1時の安値が S4 あたりで止まっていますので、もし S4 を抜けてくるとさらにもう一段下げがあるかもしれません。で、直近ではこのトレンドラインを引いて、昨日は見ていまして、で、このトレンドラインを終わってきたら下がるかもという感じで見ていました。で、とりあえずは、まあ、緩く下がったんですけど、あまり気持ちよく下げてはいませんので、ちょっと売り渋っているのか、まあ、買い支えが強いのかっていう感じなんですけど、個人的には売ったんですけど、もうすでにポジションを決済して様子を見ています。で、フィボナッチなんですけども、まあ、そんなに使われる数値ではないんですが、0.236 というあたり、まあ、このあたりでとりあえずサポートにはなっているような感じもありますので、この辺で支えられて、もしかしたら上昇してくる可能性もあるかもしれないと見ています。いずれにせよ、高値を超えたら、まあ、買い場にはなってきますので、ここからは買っていきたいかなと。買いの場合はですね。売りの場合は、まあ、ある程度下げてくれて、一度フックバック、戻りがあってから再度下げ始めて、安値更新するなり、サポート終わったらそこから打っていきたいなと見ています。ひとまず目安としてはもう S4 あたりまでの下げは個人的には放置して、ある程度戻りがあってまた下げたらそこから打っていきたいかなと見ています。もしこのままダラダラ下げられたら、もうそのまま放置しておこうかなと思います。買いの場合は、まあ、この安値からは HSI 引いて見ておきたいですね。あまり綺麗には重なってはいないんですけども、超えてくると R7 がある128円あたり、128円半ばあたりに来るのかなと。で、もし今のあたりで安値をつけて上昇して、高値を超えてくるようであれば、ここの安値から HSI を上に向かって引いて見ておきたいと思います。まだ安値がはっきりと形成されてませんので、わかりませんが、まあ、現在のところはこういう感じでラインを引いて、どこが目標値になってくるのかなと、探っていこうかなというところです。次はポンド円見てみます。ポンド円も同じくですね。2月27日1時で安値をつけて上昇して、3月8日21時で高値を打って、そこからは、調整、まあ今現在はレンジと見れますね。ポンド円はフィボナッチ HSI がきれいに効いています。R6 で、高値をつけていますので、もしこの高値を超えてくるようだと R7 が目標になってくるのではと見ています。0.382 がきれいにサポートになっていますので、このまま高値を、ここの高値、3月8日21時の高値を超えてくるようであれば、買っていきたいなと。もしくはトレンドラインを引いてみれるかもしれません。こういうラインですね。まあ、これが効いているのかどうかっていうのはちょっとわかりませんけども。これを超えてきたら買えるかもしれません。まだ結んだのがここの高値、
ここの高値の2点なので、ここの3点目が効いて、ある程度効いてくれてから超えてきたら、買いたいなと思うんですが、このまま素直に上がってくるようであれば、まあ、この3月8日22時の高値、ここを超えてから買う方がより確実かなと思います。で、高値を超えてくるようであれば、ユーロ円と同じく、この安値から上に向かって一時帯を引いて、で、そちらからも目標値を探っていきたいなと思います。こんな感じですね。こんな感じで見ています。